にあのアベマでやってるやつクロちゃんの番組に今日は出させてもらってました。あとね稽古とかしてた。終わって途中で抜けてって感じ。そう今日はクロちゃんが2人いましたねそっくり、体型もそっくり。おおね、衣装ね可愛かったよね。珍しがられたああいうの。確かにあれは歌番組とかでは披露されない衣装だったから、多分皆さんには番組のスタッフさんもそうだけどあまり見慣れなかったみたい。まあなぜ今日初めてちゃんとこういうところでね私も着れたっていうのもあるけど、すごい今日派手だねって言われた派手。いやでも私にはちょっと可愛すぎるので、色もそうだけど形とかデザインとかはあとね私ぐらいのあれになるとちょっと若すぎるっていうかあの衣装をこう作ってもらってね、アンコール衣装があれって分かった時でも結構「おっと」って「大丈夫か?」ってめっちゃ「大丈夫かな?」ってちょっと思って。うんね、かわいいよな、あの衣装ね。ん?ツッコミって頭叩かれることある?あまり叩かれた記憶がないんだけど、なんか最近ずっと突っ込んでる気がする。あまり突っ込まれる場合がない。あんまり記憶にないかも。書かれたっけかな。アクリル取らないでね、あのままでいてほしいよねもうあの番組に出てる限りはもう確かにアクリルあったままで良さそうだねハリセン?ハリセン気になった。ハリセンはいつも渡されます。自分のものなわけないじゃない渡されます、ここぞという時に。行ってこいと言わんばかりに。シューズじゃないなわけわざとらしいなわけないでしょ。でもあれ本当音がすごい、わかんない、みんなにどう聞こえてるのかわかんないけど結構な音するからすごい心配になる、叩いた後に大丈夫ってそういえばいつも聞くの忘れちゃってるけど、音がすごくてビビります。でもあれで叩かれたことがないからわかんないな。あとこの間収録してきたんだけど、なすなかさんのね、なすなかにしさんのね、あのアンロケとかでもね結構お世話になったなすなかさんがやってる「ゲームキングダム」っていうね番組があるんだけど、それにこの間出させてもらって、きっと1ヶ月ぐらいかな出させてもらうんだけれど、
た？あ、私が載せたやつね。めっちゃ楽しかった。めっちゃ面白かった。そう、なすなかさんがいるのは知ってたんだけど、そう、でも結構初めて行く場所だったし、まあ、番組自体もそうだけど、結構慣れない環境だったから初めてだし、結構大丈夫かなって感じで行ってみて、行ってみたらいつもねお世話になってるスタッフさんっていうか作家さんがいらっしゃって、そう、すごい安心したっていうか、私がこうなんか何ができるとか私のことを知ってくれてる人がいてくれたから、そう、すごいめっちゃ楽しく終われた。うん、そう、ゲームキングダム、なんか今までもいろんなゲーム、まあ、みんなで達成していくって感じなのかな、ギフトさんも含めて。そういうゲームもあるし、その今回のメンバーだけで初めてやりますよみたいなゲームもあったし、とにかくずっと平和なそういうずっと平和にみんなで楽しくワイワイゲームをするだけの、本当にゲームを楽しくただするいい番組楽しかった。え、こんなに幸せなまま終わっていいんですかって思ったぐらい。得意なやつもあったし、全然できなくてポイントっていうか点数稼げないみたいなやつもあったけど、なんで強調したの？なんか時々こうなんて言おうかなって迷ったり、答え方難しいなみたいなことを、本当にちょっとした不安を抱えながら収録したりする時あるんだけど、もうそういうのが本当にない。もうただただ前もって考えておくことがないっていうか、え、罰ゲームとかもないし、それでいてあんなに面白いのがすごいなと思った。もう皆さんの掛け合いが面白いっていうか、あ、そういうのなくても面白いが成立するんだって。そうそう、それは6日に放送。罰ゲームに慣れちゃってるんだね。なんかそれが当たり前って感じだったから平和。もう話術がすごい、ツッコミとかが面白かった。だから終わった後も、あ、またすぐね、機会があったら出たいなって思うぐらい楽しかった。ゲーム得意かって言われたら、あんまりその場でパッてやって理解したらね、まあ、みんなそうだと思うけど、理解したらできるんだけど、ちょっとね、初めてやるゲームとかはね、全然ダメダメ奮闘しております。でも好きだよ、好き、ゲーム好き。最近はちょっとやる機会っていうか、本当にゲームに費やす時間がないだけで、昔は本当にゲームめちゃめちゃDS とかに なってくるけど、ゲームセンターとか行っても全然やるやつやる人だったから、最近本当にたまたま時間あっていろんな余裕あったらめちゃめちゃやる。でもあんまり人と競う系のはやってなかったかな。マリオカードとかねやってたけど、わあ、また晴れたありがとう、かすわさんめっちゃくれる、ありがとう、顔が晴れた。
ファミやったことない。マリオは結構あるけど。私が一番最初に買ってもらった DS のソフトはポケモントローゼ。ポケモントローゼみんなでトローゼみたいな CM なかった？クリスマスかな、誕生日だったっけかな、で買ってもらった。してる人いて嬉しい。あれめっちゃハマってやってた。あ、でもゲームの四角い、ん？ゲームキューブっていうのかな、あれとかでもやってたよ。その前だった。お兄ちゃんがすごい好きで、それでテトリスとかやってた。そうだよね、ゲームキューブだよね。ゲームボーアドバンスも持ってたよ。動物の森のイメージ、あ、動物の森もたくさんやってたよ。すごいハマってやってた。ゲームキューブは、まあ、私は結構見てるのが多かったけど、なんかディノクライシスとか、お兄ちゃんがずーっとやってた。ディノクライス、恐竜の。モンハンも、あ、やってた。 PSP だっけ。え、ディノクライスの、私ずっとディノクライスだと思ってた。衝撃。でなんだ。ああ、マイクラは今でもね、やりたいと思ってるよ。シムシティはね、こっちだね、私は。スマートフォンでやる方、iPhone とか。アプリでやってた。めっちゃ課金したな。一番学生の時やってたのはやっぱりね、アメーバピグ。あれはゲームっていうのかな、アメーバピグかな。そういうゲームのカテゴリーにはならないのか。私エイペックス本当に全然さ、倒せなくなっちゃった。人キルができなくなっちゃった。やってたのよ、 YouTube の企画みたいなので、お題とかチーム組んで、まるちゃんとかと。あ、いいね、その理由。心が優しいから。ああ、そうだね、そう、心が優しいから、そういうの とか言って 全然フォートナイトとかの方がね、通せてたかも。やっぱり APEX はやっぱり、まこう、あれマッチングっていうのだよね、いいんだよね。やっぱりね、強い人と当たっちゃってもうすぐにね、やられちゃうの。フォートナイトの方がなんかできてた気がするな。でもそれが得意って言っててもちょっと怖いよね これでちょうどいいのかもしれない。もう今やっぱりで、極めてる人ばっかりと当たっちゃうから、なかなかこの初心者だけでみたいな、ね、当たらないんだよね。今どういう仕組みになってるのか分かんないけど。みんな強いのよ、もう。なかなか初心者の人と当たらないから。フォートナイトがあれだよね、建築あるやつだよね。エイペックスやっぱりその、スキルって感じだもんね、キャラクターのね。そうなの、フォートナイト。でもそっちの方がなんかもうちょっと建築を覚えたての時にこう攻撃されてもなんか壁作るみたいな ことできてたから生き残れてたのかな。ねえ、
よくあの初心者があんなゲームの大会に入れたなと思って。もう無理だ、あんなもうすぐにやられてしまう。スプラトゥーンはわかんない、やったことない。見たことはあるけど。でもそのなすなかさんのゲームキングダムってやつ、あれなんて言うんだっけ、今のあのああいうやつは大きいゲーム機なんて言うんだろう、なんかポロンって取れるやつなんて言うのあれ、あスイッチ、スイッチだ、スイッチ。それはなんかゲームやその番組で欲しいなと思った。なんか一人で何かをやるんじゃなくて、みんなと協力プレイとか誰かと一緒に対戦するみたいな。持ってない。そう、それでやりたくなった。でもすごいめちゃめちゃ人気で手に入らないんでしょあれって。うんね、動物の森もできるんだよねあれね。あ今は買えるの、ちょっと前か買えなかったのかな。あーほんと今は手に入りますよ。おーでもまずいかな、大好きだけど。でもゲームやってる場合じゃないかすごくやりたい。そうだからあんまりこう言う機会がなかったけど、そうね、ゲームのイメージあんまりないかもしれないけど、やってる。でもうん、マイクラム、おおいいですね。めちゃめちゃ暇だーってなったら手出してみようかな今はちょっとね時間に余裕がないから買いに行ったりとかもできないけど、ソフト込みで4万ぐらい。ああソフトはねそんなに高いイメージないけど、やっぱスイッチ自体が高そう。2万円とか3万円とかなのかな。でもそうするとやっぱテレビもみんなで、一人じゃなくてみんなでやりたいから、なんか大きいテレビ欲しいとかも、なんかもうそんなこと考え出したらキリがないよね。お家でみんなでこう一緒にやりたいなとか思っちゃう。わかんない、いくらか知らないけど値段を調べたことがないよ。おこたちくわいす、あ、確かに今日スイッチの話してたな。スイッチの話になったのすっごい興奮して話した気がする明日会うかな、会ったら聞いてみよう。小さい頃怒られてお尻叩かれたかって、お尻は叩かれてないな。あでも頭とかなんかデコピンだった気がする。私桃鉄したことないけどすごい気になってる、やってみたい。桃鉄の話を知ってる人たちの中に入りたいもん。なんか予想だけどすごい好きそうね、楽しそう。好きから何聞いてるんだ。あの自分がゲームの番組にね出演させてもらってたから、そのついででなんか今日はゲームの話してる。牧場物語なんか聞いたことあるの。牧場が運営するの。今でも結構やりたいのは塊魂で CM で見てすごいずっとやりたいなと思っててあれずっとなんか似たようなゲームとかをさ、iPhone のあのゲームって探してるんだけどないんだよね。
たまりだまし。ピクミンもやりたい。わかんない、もうただただこう街とか人とか全部塊作って、その塊に吸い込んでくっていう超シンプルなゲームなんだけど、まあ残酷だよねあのゲーム。生き物もね巻き込んで塊にしちゃうからね。あ、そうそう、くるくる回ってそうくっつけてくやつ。ピクミンもやりたい。ピクミンも何が目的だかは知らないけどやってみたい。ポケモン？ポケモン結構やってたよ。でもルビーサファイア、あ、違う、パールとダイヤモンドかな、やってたの。そこまでかな。もう私はもうルビーサファイアエメラルド、そこがめちゃめちゃ世代。キモリミアチャモミズゴロウがプチエナ懐かしい。攻略本とか兄弟でいろんなとこので揃えてめっちゃやってたもん。あー、私パールだった気がするな。リズム天狗が友達に借りてやってたな。なんかポケモンってさ、周りに一人ぐらいさ、めっちゃ亜種持ってる人いない？一人か二人、色違いとかさ、やっぱそいつ人気じゃない？なんでこんな色の持ってんのみたいな。なんでああいうのできるんだろうね。いじってたんかな、色違い。そう、なんでこんなに持ってんのみたいな。なんか卵とかそういうあれだ、ごめん、本当にポケモン好きな人しか伝わらないあれだけどさ、なんか育て屋さんみたいなのに預けるじゃん、何と何で。あれどうやってたんだろうね、卵をこうなんか育て屋に預けるときに、なんかそういうコツとか技があるんかな。ねえ、あるよ、話すと長く。そうなんだ、あるんだ。ネットで調べてとかなんかやってたんかな。育て屋と仲良くなりすぎたな。忖度かいな。そうだから、その子のさ、お家に遊びに行ってさ、これちょうだいよとかさ、おねだりしてた、なんか記憶が今蘇ってきた。やっぱ色違いポケモン欲しくなるよね。チート、おそう、やっぱそうだよね。何してたんだろうあれ。でそいつのやっぱさ、ポケモンボックスが魅力的なわけよ。もうみたいな、こんなのもみたいな。うん、もうそういうのが欲しいって思っちゃうから。そのポケモンの強さとかレベルとかじゃなくて、どれだけ色が違うか珍しいかだったから。もダイヤモンドパールとかではなんかチートやりすぎていつも壊してた。波乗りでね、ほんとごめん、ポケモン好きにしか伝わらない話してる。波乗りしてポケモンセンターのなんか黒いとこ、部屋の中周りさ黒くなるじゃん、あそこ波乗りで出れるっていうなんか裏技があって、そうやりすぎてバグって何回も直しに行ってたもん私。謎の場所。そう、うん、
裏技とかすごい調べて、そう歩数のやつ、そうそう、うん、何回もやってた。ほんとよくないよ、多分今はそういうのできないから。あとあの時だけしか、そうそう、今だから話せるみたいなやつだけど。ダメですよ皆さんは。もう今できないと思うけどね、ゲームのあれがクオリティが高くなってるから。どうやって直すんですか？その時結構街で結構ゲーム屋さんとかあってさ、 DS ステーションみたいなのなかった？なんで名前忘れちゃったな。そう、そこでバグ専用のなんか多分いろんな人がそういうのやりすぎちゃって、バグらせちゃってあったんだよ。そうだよね、 DS ステーションだよね。そう、スーパーとかにあるやつね。今ないよね。本当はそういうダウンロードする場所なんだけど、あまりにもいろんな人がそのチートのやつやりすぎて、あ、近くのイオン行ってた。私もそういう系よ。そうだから修理とかじゃなくて、なんか人に直してもらうとかじゃなくて、そこに行って DS ステーションでなんかつなげれば治るみたいなのがあった。あー、みんなやってたんだなーっていうきっとね、ゲームその時ゲーム作った人の「しまった!」と思っただろうね。懐かしい。この話が通じるのがなんか嬉しい。多分8割の人何の話してるか全く分かんないと思うけどね。そういうの誰から教えてもらった？お兄ちゃんかな、友達と話してる時とか。なんかね、サッカー少年団入ってたから、私当時あんまり女の子より男の子の友達とかとゲームしたり外で遊ぶっていうのが多くて、そう、小学校3、4年生の時とかはあんまり、うん、髪すごい短かった。人生で多分一番短かったんじゃないかな、ベリーショート。うん、日焼けすごいしてたよ。そう、途中からなんか多分ね、思春期というかそういうのでどんどん好きなものとかそういうのが変わってって、女の子たちとつるむようになったんだけど、自分思春期が訪れるまでもうずっと男の子と過ごしてたなって思い出が混じって、うん、中休みとか昼休みとかずっと外で、私の通ってた学校半分森みたいな感じだったから、ずっとそこで鬼ごっことかしてた。ビオトープとかあった。でもなんか東京の学校とかって逆に小学校とか行ったことないから分かんないけど、遊具ってあるのかな。未来モンスターとかでさ、ま、中学校高校とか当然ないけどさ、東京の学校って学校があって街中にこうあって、中にこう校庭、なんか人工芝とかなんかそういうイメージで、あんまり遊具が置いてある学校なんかあんまり東京のはなんか見たことがないから。
作りもさ、なんか中が見えないみたいな感じになってるじゃない。あるのかな。私は遊具だらけだったよ。遊具と、まあ、森って言っても私が言ってた学校なんか人工的な感じの遊べる森みたいな。森を残してたのかな俺。秘密基地とか作ってみたいな、まあ、作っても大体他の人には破壊されるんだけど。砂場あったかな。砂場もあった気がする。そうなの、すぐ破壊される。秘密基地なのに、秘密にしてるのに。そう、お兄ちゃんはよく学校外で、あ、こんな話をしてる時にモリリンが虹をかけてくれた。明日晴れるといいね。ありがとうねモリリン。虹がかかりました、岡部リンのショールームに。お兄ちゃんよく学校外で秘密基地リアルに作って、なんかいろんな人に友達と一緒に怒られてた気がする。私も作ったな。ちょっと歩くと川があったから、川の近くとかで友達と秘密基地作った。あんま快適じゃなかったけど。人が作った秘密基地勝手に過ごしてたん？作ってない。やるねー、そういうやつもいたぜ。秘密基地問題ねこれね。嫉妬だよねきっとね、壊されてたもんね。漫画とか、いや全然そんなに快適なものじゃないけど、なんか木とかでこう草をこっち来ないようにこう置いたりして、ああ太陽ありがとう。裏山、うん、日立はね、ほんといろんな意味で、私の日立って茨城県の私が住んでた町ね。そう、海すっごい近いからすごい涼しいし、で山とかも町を見渡せるぐらい大きい山もちょっと登ればあるし、だから川もあったし、なんか全てが揃っててよかった。電車乗ってお買い物とかで、お洋服もね。今ちょっとね寂しいけどね、よくお祭りとかやってた商店街とかも結構寂しい感じになってて、でも今は結構ね楽しいんだよ。駅前とか無印とかめちゃめちゃでかく、無印良品、私さ今から私が帰った時まだできてなかったからあれなんだけど、開いてなかったんだっけかな、なんか信じられない、無印良品ってなんか都会にしかないお店っていうイメージだったから、すごいって感動してる。日立に無印良品あるんだって。まあでもね、コロナ明けてさね、なんか名物だった桜祭りとかができるようになったり、なんか言い方違かった？まあ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 、それはもう今に始まったことじゃないのでも気にしないでも。日立の市役所もすっすごい綺麗なの。めちゃめちゃお金かかってるからね。
か1週間とかお休みできたら戻ってのんびりしたいですね。日立で、地元で。自慢かね。うん、地元自慢。1週間は長いね。うん、でもそんぐらいしないとのんびりできない。ご飯とか日立で行きたい夜ご飯のお店もいくつかあるし、開拓したいっていうのもあるし、お家でお母さんのご飯食べたいっていうのもあるし、友達と久しぶりに会って、でも多分みんな結婚とかしてるから相手してもらえなそう。まあね、日立出ちゃっていないっていう人もいるし。イエイ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 、なんか踊れよみたいな、なんか雰囲気でしたから、イエイイエイ。ミラーボール飛んできた。みんな忙しいんじゃないかな。なんかやっぱり久しぶりに会って、やっぱり同級生の SNS とかを知らないから、多分みんな今そういうの SNS で Twitter とかインスタとかで結婚したよって報告、芸能人じゃない人もやっぱそういうので報告するようになったじゃない、今の時代って。やっぱそういうのってなんかハガキとかそういうので知るっていうイメージがあったけど、芸能人はわかるけど、でもそうでない人も今ってさ、結婚しましたかも報告もそういうのでするようになったじゃない。ねえ、同窓会もない感じ。なんか聞いてみたらなんかやってなかったから、まあ逆に安心した。まあ幹事やってくれそうな、なんかしっかりした人みたいのがまず茨城にいなかった。遠くにいた。うん、私の学校はまだ、高校はやっちゃってたっぽいけど、中学校とかはやってないらしい。でも友達と知ってる、本当に同じクラスで過ごしたこの子とこの子が結婚してるとか、そういうのをこの間久しぶりに聞いたりしてびっくりした。しかも結構何年も前にっていう。情報が全然私のところに来ない、びっくり。そことそこみたいな、当時接点なかったよねみたいな。みんなもあるでしょ、でもきっとそういうの。やっぱヤンキーとかいるの。いたかな。うん、いたいた、ゴリゴリにいました。近くの学校にはもっとゴリゴリの人いた。やんちゃん。いたね。当時はもうそんなに不思議に思ってなかったけど、ああちょっとグレちゃったのかなみたいな感じで思ってたけど、でも今考えるとやっぱ不思議だったなって。やっぱそういう人あんまいないよなって。授業中とか全然、すごい真面目な授業やってる時とかも全然他のクラスのそういうイエーイみたいな感じの人が普通にこう入ってくるみたいな、みんなやってるみたいな感じで。なんか年上のそういう人たちは多分、うん、そういう入ってこないんだけど、だから同級生同士の子入ってくる入ってくる。
でその人をずっと面倒見てるみたいな先生もなんか追っかけて、おら邪魔しんすんなよみたいな感じで連れ戻しに来たりとか。え、全然授業中とか入ってきてた。話だけ聞くとなんかね、アニメみたいな、確かにそういう陰キャ、その時いや別に陰キャでもそんなやいやいしたノーマルです。私は全然ルーキーズまではいかないけど、うん、いましたよ。あ、本当？都内でも同じ感じでした。あー、どこにでもタイプ違いなそういう人いるんだね。マジムリの役作りに行きましたけど、全然違うじゃない、それが違うじゃん。マジムリ、マジスカだったらわかるけど、マジムリはまだもうちょっとあの上流階級のなんかそういう感じだから、ちょ違うかな。だとしてもだけど、今日からあれ、いやどっちかっていうと平成な感じ、平成の、何が一番合ってんのかなって人、オレンジレンジって感じ的なあのノリっていうと、わかるかな、平成のイケ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 男って感じ。だからもうそれこそあの花盛りの君たちへ的な感じなのかな。え、平成でしょ。極戦的な、あ、そこまで言っちゃったらすごいなんかすごいヤンキー高校みたいなイメージなんですけど、違う、全然違います。あの本当にそんなちょっと違う、それは持ってる、それよりもちょっと それのなんかだいぶこう柔らかめな感じもう遅いだけど、そういうことじゃないの、そういうことじゃない。 GTO、 あー、なのかな。ウエストゲートパーク、いや、そこまで、でもまあその間その間のすっごいマイルドな感じいやでもね、そこから北に行くともっとすごかったし、もっと千葉とか南寄りになるともう本当にそういう世界だと思う。だから私たちがいたところ本当にその間ちょうどいいところに、まあ何人かいたけど本当にちょうどいい感じかな。ちょっと北行ったりするともうすごかった、まあ、それは日立じゃないけど、少なくとも私がいた時はちょっとそういう感じだったかもしれない。うん、北も、うん、私はなんかもういや絶対行けないなって思ったぐらい。南はその時知らなかったけど、卒業してからああこんなすごい買ったんだって、茨城すごいなと思って。でも千葉がね、なんかそういうところのなんか最先端って感じ。ごめん、違かったらほんとごめんなさい。でもそういうイメージ千葉の房総半島とかなんかでそういうイメージがちょっとあったので、そこは本当にマジスカの世界、あの AKB で言うとね、なんじゃない。マジムリってだからどこのお話なんだろう、東京じゃないんでしょあれ。
まあ、なんか設定で東京から1時間なんと都心から1時間なんだろうとかのセリフあったよね。だから埼玉とかなのかな。でも一回私の出身がなんたらかんたら言ってたから、やっぱ茨城なんだろうね。そう、後からついた謎の設定あ、ニュータウンとか言ってたよね。確かに確かに。北関東のどっからしいよつくば、わあ、なんかありそう群馬だとなんか遠いしね。どこなんでしょうね、あれね。またヤンキー姿みたいな。待って、私そんなヤンキー姿なったことないですけど。東京で好きな街を、わかんないな。好きな街、川沿い川沿い好き。ヌル様もヤンキーで、え、絶対違うでしょ。絶対違うよ。むしろそういうのは嫌いそう。そういう人たちを使うとかだったら、なんか上のなんか偉い人を目指してるからヤンキーではないと思うよ。昔から東京に憧れはあったの。まさかこうやって東京でこうお仕事で過ごすことになると思ってなかった。そんな最初から東京行きて東京行きてって言ってたわけじゃないよ途中まではね、だって実家からこう行き来してたし、ホテル生活もすごい長かったからね。ね、急に強くなった日なことです。あれ怖いよね、変わりすぎて怖いよね。私も怖っと思った特急ひたち乗って、そうだね、鈍行だとねすごい時間かかっちゃってたから、2時間3時間とかになっちゃうから、鈍行で帰ったことは数えるほどしかないかも。絶対特急乗ってたかな私は。うん、やっぱ実家暮らしの時は結構大変だったよ。最初は楽しめてたけど、やっぱりね、学校行きながらって考えると、東京の学校に通ってるとかだったらまた違かったんだろうけど、茨城県内のってなるとやっぱりそこが大変だった。そうなの、帰りとか寝過ごして怒られるとかさそういうのもあったから。今なんてもっと怖いよ。今までは寝過ごして、はい着きましたみたいなのだったら、多分福島のいわきなんだけど、寝過ごしてその終点で起きてもね。でも今確かね、もっと遠くまで行っちゃうのよ。仙台行ったかな。いや本当に今めちゃめちゃ行っちゃうの。新幹線じゃなくとも開通したんかな。そうなの。え、そうだよね、そうだよね。え、湯本よりもっと、それ福島じゃん。みんなが言ってるそれよりもっとだから。新幹線で戻れないんだって
戻ったら東京に行っちゃうのよ。意味わかんないことになっちゃう。こう行ってそのまま新幹線だと茨城帰れないから、また東京行ってまたみたいな、一周することになっちゃうから。そうだから便利な人もいれば、まあそもそもの話寝るなっていうあれなんだけど、ねえびっくり。でも嬉しい、新幹線乗らずに。まあ時間かかっちゃうけどね。だから見たことない景色を見れるんだなって。あ、何今のなんか歌詞みたい、素敵そう、いわきまでの景色しか知らないから、その先を特急ひたち乗ったままその先の景色知らない。待って、こんな普通のこと言ってるのになんかポエムみたいなになっちゃって一回だから行ってみたいんだよねまだ見ぬ景色、かっこいいかっこいいね、その言い方。本当に時間あるときは一回一人で自由に行ってみたいね。待って、仙台に行けるんだ、すごいね。仙台って善悪とかで行ったあのあれでいいのかな。善悪じゃないか、なんかお仕事で何度か仙台駅行った気がするんだよね。みんながずんだシェイクとかにすっごいはしゃいでた。コンサートの時か。その時、あーでも新幹線だったかな。なんかそのいろんな全国ツアーのさ、ステージのことはすっごい覚えてるんだけど、その道中っていうかどうやって行ってたか結構思い出せない。まあ新幹線だよねきっとね。結構北関東とか福島あたりとかだとバスで行ってた気がする。確か牛タンのお弁当とか帰るときに。あーでもやっぱ電車の新幹線の中で牛タンのお弁当食べたからやっぱ新幹線だったんだな。一番テンション上がるお弁当、お高いので言ったらミート矢沢じゃない、一番高いやつだったら。あ、そうビラモンで、そうドラフトしたね。好きなお弁当たくさんある。牛タン弁当ひも引くと温まれる。あーその時食べたのはそれじゃなかったけど、でもあるよね、なんか水かけたらおーみたいな、頭湯気がバーって出てくるやつがあるよね。あれテンション上がるよね。でも今焼肉のお弁当でここで焼けるみたいなお弁当もあるらしいよ。すごいよね、高そう。知ってる？でもね、紐あったよ、あった、確かにあった気がする。紐バージョンもある。でも今はもっと進化して、あ、そう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 、中にそうある程度で火通ってんのかな、なんだろう。配信して1時間経つけどまだ配信、確かにね、思ったよ、私も思ったよ。もうそろそろ終わりにしないとなと思ってた。ちょっとゲームの話といろんな話が楽しくなっちゃってすごい時間経っちゃった。そう弁当の中でお肉を焼けるみたいなのも何かで見た気がする。あるの本当に楽しいよね。楽しい時代に生きてて楽しい火事になると、でもそこまでの火力じゃないんじゃない。
何このタイミングですっごい嬉しいこと言ってくれる、りんちゃん押せて楽しいってこのタイミングでそんな嬉しいこと言ってくれるの、なんかありがとう今日みんなにそんないいことしてあげられたってあれにはなってないけど、なんだかありがとうね、シンプルに嬉しかったね、あっという間にこんなに時間が経っちゃった。明日も私はそうね、稽古、明日一日かな、あれ明日どうだったっけ、なんかね結構バラバラなんだよね今やってることが、一日のスケジュールも、ね、毎日毎日違くて、明日は確か一日ずっとだった気がしやす今日めっちゃ雑談宣伝も兼ねて、忙しすぎて飛ばないで、飛ばないで、飛べないよ、あーそうみたいね、明日午前中まであれなんだね、てか今日もでボートレースの予想だったから愛知でしょ、鴨郡っていうところで今日はレースやってたみたいなんだけど、ウェザーニュースとかで、ま、あれ見てたらさ、愛知すごくなんか土直撃してたからさ、え今日のレース大丈夫なのかなって、そうもしかして今日2時間フリートークかなっていう覚悟をしていったけど、予定通り時間通りやってたみたいなので、ずっとクロちゃんの恋話を2時間聞き続けるそういう伝説の回になるのかと思いながら言ったけど、ちゃんともっとレース予想してあのいつも通りの楽しい時間になりましたのでよかったですでもあったらしいね、前にそういう回があったみたいだよ、ねえ今日は大荒れです、あ今日金曜、今日あんま日付変わってないよね、明日土曜日か、まあ、午後は晴れるのかな、やばそうな人現場酒臭いのって全然黒須田さんがこっそり飲んでるけど、そんなあのそういう感じのあれじゃないのでご安心をあーは映ってるけど、とてもお上品にあの静かに過ごされてるので、お酒、そうお水飲んでるって言いながらもお酒飲んでるんですよあれ私はもちろん飲んでないんだけどね、わかんないお酒の種類は知らないけど、なんか鬼なんとかって言ってたよ、日本酒っぽい感じのニュアンスだった気がする、わかんない今日は知らないけど、前の時はなんかそういう鬼なんとかって言ってた、うん本当に飲まれてだからすごい飲みすぎちゃって、あ私じゃなくてね、そうなんか問いかけに、なんか問いかけに対しての反応がなんか遅いみたいな時とかもあってすごい飲まれたんだなみたいな、鬼殺しって言うんだ、へえ。なんか名前だけでもすごい強そうなお酒ですね、もうアベマのあの番組は何でもありっていうか、すごいそれを平和というのもどうかと思うんだけど、良くも悪くもでもすごいいい意味で、なんか今の時代にこう細かくなんかコンプライアンスとかね、なんかそういうこと言われてるけどなんかそういうのいい意味でこうないっていうか、
みんながやりたいことやってて、そういう意味では確かに、あ、平和なんだなと思いながら飲み会のノリ、待って、みんなの、みんな世代の飲み会ってああいう感じなの？ちょっと待てちょっと待て、飲み会、そんな飲み会をしてるんですか皆さん。そうするとなんかみんな世代は、ああそうなんだってなっちゃうよ一人の発言で結構でもネクタイ頭に巻く人ってリアルにいるんだね。なんかギャグかと思ってたけど、まあ、やっぱリアルにいるからそういうことするんだよね。結構夜めの時間に、なんかお仕事から帰ってる時に、なんかそういう飲み屋さん、飲み、ん？飲み屋街？なんて言うんだ？なんとか街なんかそういうとこ一瞬通りかかって、ああそう、新橋だったかな。そう、帰ってる時にたまたま通って、あ、飲み屋街か、飲み屋街、そう、なんか、あ、なんか現実でこう、わかんない、巻く理由はよくわかんないけど、でも巻く人って本当にいるんだと思って感動した。いないよね、なかなかね。新橋はやばい。そうなんだ。別に私が行きたいと思ってそこ取ったわけじゃないからね。だからなんか仕事をしてて、だからその駅を使いたくてそこ通ったのかな、確か。レアポケモンレアポケモン、そうなの？なんか普通に、普通のモンスターボールで捕まえられそうハイパーボールとか使うのもったいない。赤の普通のノーマルなスターボールってもんはね、ラティアスとかにしか使わないですよ、そんなもの。意外とそういうレアなポケモンって、そういうラティアスとか以外は逃げないから、意外とモンスターボール投げ続けると捕まえられるよ。またポケモンの話に戻っちゃった。みんちゃんにゲットされたいです。お世話できないのでごめんなさい。自分から眠るから捕まえやすいよ。今日のコメントで一番面白い自分から眠るから捕まえやすいだった言われてやんの面白い酔っ払ってるから。なるほどね確かに面白いちょっと終わりにしたいからさ、気になるコメントこう書くのもうやめてくれる？拾いたくなっちゃうからちょっとやめてもうお風呂入るんだから私も。さよなら。もう私は明日の用意しますはい、だこんな長くやるつもりじゃなかったのに。おやすみみんな、ありがとう、虹をかけてくれて。ポリリンありがとう、スマさんもありがとうね、チージもありがとう。じゃあまた時間があるときにやってきます。じゃあね。
今日はアベマ見てくれてありがとう。フル配信なし、やったことないし。やったことないでしょ。じゃあね、おやすみ。